皆さんこんここにちは野木田教授のチャンネルへようこそ今回は研究者の書評54ということで林智博さんの「正しさの証人情報災害を広める風評加害者は誰か」ということでですね一般の人々が知らないうちに風評加害者にならないようにするための必読書と。 いうことで、えー、今回、えー、書評を、えーえー、やりたいというふうに思います。でいうことで最近です、ね、ツイッターでかなり過激な発言をしてしまいましたそれはですね、えー、福島原子力発電所から出たトリチウムを含む、えー、処理水の放出に関することなんですけれども、えー、ツイッターではですね、僕、 結構過激にこういうふうにあの処理水をですね、えー、安全だというなら安全かどうか飲んでみろ、えー、証明しろとかいうような風評加害者の人たちにはですねその危険だと逆に言うなら自分で飲んで、えー、危険だということを証明してみろというふうに言いたいと、えー、証明する責任は風評加害者の方に、えー、あるというふうに思いますと。 でもしそれを飲んでお腹壊したりとかしたらそれがトリチウムが原因であるということを科学的に証明してみせろというようなツイッターです。でなんでこんなに僕がプンスが怒ってやるのかっていうのはこの実はこの林さんの本を読んでからすごく憤ったからなんですねで。皆さんはこの風評被害っていう言葉を知ってますでしょうか で風評被害というのはこう事故や、えー、事件の後にですね根拠のない、えー、噂とか憶測などで発生する経済的な被害というふうに、えーまあ、ウィキペディアみたいなところを見ると、えー、なっていますけれども特にですね科学的な根拠がないのにメディアなどで危ないとか言われるとですね えー、みんながこうそれをこう信じてしまってその危ないところで生産された農作物とか廃産物などのものを、えー、買うのを控えようというふうになったりですねそういう場所から来た人にを避けるというようなことで、えー、経済的にも精神的にもこう、えー、風評被害に遭った方っていうのは大きなこう損害を被りますね。で この風評被害者がいるということはですね風評加害者もいるということなんですよ。でそれは誰なのでしょうかということでこの林、えー、智弘さんの、えー、最近の著作であります「えー、正しさの証人」えー「情報災害を広める風評加害者は誰か?」ということになるわけなんですけれども、えっと、この本はですね 特に福島原子力発電の事故のあとのです、ね、直接事故とか放射線で怪我をしたり病気になったり死亡した人っていうのは、えー、ほとんどいないにもかかわらず風評で被害に遭った人々っていうのはこう大勢いるということに対してですねその風評加害者は一体誰なのかというふうな視点で書かれています。で 報道に携わるこの林さん著者の林さんという方は、えー、メディアとそれを信じた一般の人々の行動をこう怒りを持ってこうづって、えー、ルポにしているものなんですけれども、えー、僕はこの本を読んでですねこうテーマがあまりにもこう重くてですねもう読んでいる間に憤ってきて、えー、こう書評をどうしようかな公開しようかなというふうにかなり悩みました。 そこでですね、この、えー、日本人のこう醜い、まあ、ある一面の醜い姿っていうんですかねとかですね、えー、第4の権力としてこうメディアの怖さとかいうこととかですねその報道によって知らず知らずのうちに、えー、一般の人がこう風評加害者になってしまうと、えー、いうことをですねで過去の、 えー、大公害事件であります水俣病のルポですねこれ石村美智子さんの「句海浄土我が水俣病」という,うすごく有名な本があるんですけれどもその本を読んで、えー、対比しながらこの林さんの本を、えー、読書を進めていきましたでちなみに水俣病は、えー 熊本県の水俣湾周辺の化学工場などから、えー、海や河川に排出された、えー、有機水銀ですねによって、えー、汚染された海産物を住民の、えー、方々が長期にわたって日常的に食べたことで、えー、中毒性の中枢神経系疾患が、えー、集団発生したというような抗が、えー、病なんですけれども、えー、この 実際に被害に遭われた方がもちろん大勢いるわけなんですけれどもそれだけではなくてです、ね、科学的な根拠に基づかない風評で今現在でもその水俣病の風評被害に遭っている方々というのはこう多数存在しているわけなんですよね。 でその被害とは、えーまあ、経済的なこととか精神的なこととかいわゆる差別であろうとかそういうものも含まれているわけなんですよ。で一方ですね福島原子力発電所の事故ではですね直接多量の放射線被曝で亡くなられた方っていうのはいないんですよね。でえー、にもかかわらずですね科学的根拠に基づかない 風評で多くの方々が本当に風評被害に遭われているということで、えー、水俣病とですね、えー、福島原子力発電の事故のどちらの大事件にも共通することというのは結局この風評被害なんですねで風評被害が、えー、すごくこう深刻な問題でですねそしてあってはならないということはこの水俣病という過去の大事件で、えー の経験からですねメディアの方々っていうのは当然、えー、知ってて、えー、多分ねこの社内研修とかで、えー、メディアの方の社内研修とかで風評被害に関する、えー、研修とかは一番初めに多分受けてるはずだと僕は思うんですけれども、えー、と一般の人もですね風評被害というのはダメなんだというふうに、えーおあのー、多分認識されてるはずなのにですねそれなのに未だに この2022年の今もですねこの風評被害がなくならないというのは何でなのかということを著者はですねメディアの原理主義的な反権力こそ正義との幻想とですね根底に潜む、先民思想と福島への差別意識というふうにしています。で僕自身はですね えー、日本人のこう心の中にこう潜むです、ね、科学的に根拠に基づかない汚れみたいなものですよねの感情がその風評被害の、えー、風評加害のですね風評で加害するという方の根源ではないかというふうに感じています。でもしですねメディアが本当にこう風評被害をなくそうと いうふうにするならばですね報道ではいつもこうなお風評被害が心配されますというようなことは言うわけなんですね風評被害が心配されますというのはそれだけじゃダメだと思うんですよねもし本当に風評被害をなくそうというふうに思うんであればですねその後に必ず科学的 問題全くないんで皆さん安心してくださいと、えー、風評に惑わされないようにしてくださいと風評被害が心配されますじゃなくてですね風評被害に風評に惑わされないようにしてくださいというところまで報道しない,しないといけないというふうに僕は思っています。でそうでないとメディア自身が、えー、なんか風評の加害者をこう生算するようなアジテーターですよね。 えと先導者みたいな感じになるんじゃないかなというふうに思うからなんですけれどもこれはですね、まあ、研究者にもですねこうお茶の水博士と死神博士みたいにこう善と悪がいるようにですねメディアにもですね風評被害を防止させようとするようなちゃんとした報道をするメディアもあるし風評被害をこう先導するような。 こうアジテートするような、えー、報道するようなメディアというやっぱり善と悪があるのかもしれませんね。で一般の方々はですね知らない間にその悪の先導にこう乗せられてですね自らがこう風評加害者になってしまったというふうなことがないように細心の注意が必要だというふうに僕は思っています。 つまりですねえ常にメディアに対して心の準備をこうしておくということと科学的なやっぱ知識というのをある程度は持っておかないといけないといいいいととととけうことだと思いますでその心の準備をするトレーニングをするためにはこの本書は必読の書じゃないかなというふうに思っていますので、まあ、これメディアの人とか、えー、メディアを目指す えー、学生の方々とかが、まあ、当然読まないといけないと思うんですけれどもそれだけではなくて一般の普通の人々がこそですね、えー、メディアのこの先導に乗らないように、えー、読まないといけないんじゃないかなというふうなことで、えー、本書の紹介を終わらせていただきたいというふうに思います。